前5世紀頃のテゲアのヘミドラクマ銀河。ゼウス・リュカイオス・トカリスト像が描かれている。アテナーレア神殿後で発見されたスコパスが制作した戦士像頭部。トロイア戦争を描いた西のペディメントから。350年頃から330年頃。アテネ国立考古学博物館所蔵。エピスコピから出土した弊実の神やスクレピオス像の頭部。 ローマ時代、テゲア考古学博物館所蔵。テゲアは古代アルカディア地方のポリスであり、ギリシャのペロポネソス半島のアルカディア県の旧自治体である。2011年の地方自治体改革以降はトリポリ市の一部となっており、アレアとエピスコピの近代的な村の近くに位置している。テゲアは現在のトリポリの南東に位置する古代アルカディアの 最も古く強力な都市の一つだった。テゲアティスと呼ばれるその領土は、パルテニオンさんによって分断された東のキュヌリアとアルゴリス地方、南はラコニア地方、西と北は同じアルカディア地方のマイナリアとマンティネアに接していた。テゲアの伝説的な創建者は、神話的なアルカディア王リュカオンの息子テゲアティスである。都市とテゲア人の名は、テゲアティスに由来し、 元々八つ、後に九つのデモイ、または町に分かれて住んでいったと言われている。アルカイク期、テゲアの基礎となったこれらのデモイは、集中して一つの都市国家を形成した。この都市国家としてのテゲアを創建したのが、英雄テレポスの祖父にあたるアレオス王であった。パウサニアスによるとこれらの九つの町は次の通りで、ある。テゲアは、ホメイロスの常ジ史。 イリアスの軍船表で研究されており、おそらく初期のアルカディアで特に有名だった。ヘロドトスはエケモス王がヘラクレスの息子ヒュロスを一撃で倒して以来、テゲアは軍事国家としての特権と名声を得ていたと伝えている。テゲア人はスパルタがアルカディアに支配権を拡大しようとした時、長期にわたって抵抗した。スパルタ王カリラオスは 勝利を約束するかに見えた信託に惑わされ、テゲアに侵攻して敗北しただけでなく、生き残った部下と共に捕虜となった。2世紀以上の地、レオンとアガシクレスの地政下でスパルタは再びテゲア、侵攻に失敗した。しかし次のアナクサンドリデスの時代に、信託に従って、オレステースの骨をテゲアから持ち帰った、スパルタ人は戦争でテゲアを破り、 スパルタの優位性を認めるように強制した。こうして、アルカディアでのスパルタの派遣に対するテゲアの闘争は終わり、スパルタ中心のペロポネソス同盟の最も初期のメンバーとして何らかの形で協力することを余儀なくされた。しかし、テゲアは独立を維持する反面、軍事力はスパルタに任せられた。ペルシア戦争では、 ヘロポネソス半島の第二の軍事大国として登場し、同盟軍の左翼を占める名誉を持っていた。テゲアは、テルモピライの戦いで500の兵で、プラタイアの戦いでは3000の兵で戦った。部隊の半分は重層不評であり、半分は軽武装部隊であった。遠方に国家の前戦力を投入することは普通はなかったため、ウィリアム・スミスとヘンリー・フィンズ・クリントンはこの時の 兵力をテゲアの軍事力の4分の3以下と推定した。ここからテゲアの全兵力は4000、全自由民の人口は約17,400であったと考えられる。プラタイアの戦いの直後にテゲアは再びスパルタと戦争したが、その原因は知られていない。テゲアは1479年から1464年の間にスパルタと二度戦い。 いずれも敗北した。一度目はアルゴス人と二度目はマイナリア地区のディパイアのマンティネエア人を除く他のアルカディア人と共に戦った。この時代もその後もテゲアとそのアテナーレア神殿はスパルタにとって不快な者たちが頻繁に避難する場所であった。ここへは預言者ヘゲシストラトスエウルポン家出身のスパルタオーレオテューキです。 アギスケ出身のスパルタをパウサニアスが逃亡した。ペロポネソス戦争では、テゲアはスパルタの強固な同盟国であり、彼らが貴族性を保持していること、そして彼らと頻繁に戦っていた近隣の民主制の都市国家マンティネアに対する警戒心から忠実なままであった。かくしてテゲアは1421年にスパルタと結んだ同盟に、 アルゴスが加わることを拒否しただけでなく、四4 1 8年のスパルタのアルゴス遠征に加わった。また、百3 9 4年のコリントス戦争でも、スパルタ陣営で戦った。アテナーレア神殿は同じ年に消失したが、パロスのスコパスの設計によって、主要部オナスペディメントのカリュドンの、イノシシ狩りのレリーフと共に壮麗に再建された。しかしレウクトラの戦いの後、 テゲアにおけるスパルタ派は追放され、メガロポリスの創建とアルカディア同盟の形成により、アルカディア地方の諸都市と手を結んだ。数年後、マンティネエアがアルカディア同盟と対立し、古い敵スパルタと手を結んだ時、テゲアは同盟に忠実であり、前362年のマンティネエアの戦いで、エパメーノンダスの下でスパルタと戦った。後期のテゲアは、 アイトリア同盟に加わったが、クレオメネス3世が、スパルタの王位につくとすぐに、マンティネアとオルコメノスと共にスパルタと同盟を結んだ。その結果、テゲアは、スパルタとアカイア人との敵対関係に関与することになり、クレオメネス戦争と呼ばれるマケドニアを巻き込んだ。戦争で、アンティゴノス3世同村によって略奪された後、全222年に、 アカイア同盟に併合された。全218年、テゲアは、アクロポリスを除く、都市全体の所有権を獲得したスパルタを、リュクルゴスに攻撃された。その後、スパルタの戦士マカニダスの手に落ちたが、全207年のマンティネアの戦いでマカニダスが、メガロポリスのフィロポイ面に撃たれた後、アカイア人によって、再建された。ストラボンの時代には、テギアは、 アルカディア地方で唯一住民がいた都市であった。しかし、パウサニアスの時代には依然として重要な場所であり、公共の建物について詳細な説明をしている。彼が見た墓は創建者の英雄病である。リカオンの息子であるテゲアティスの墓と、彼の妻であるマイラの墓もある。マイラはアトラスの娘であり、 コメイロスはオデュッセウスが冥府への旅を歩きのオスに伝える通路で彼女について言及し、亡霊がそこで見た人々について話す段でこの女についても触れている。パウサニアス、ギリシア案内機、アテナアレア神殿のある古代、テゲアは古代イギリシアの重要な宗教の中心地だった。伝承によると聖域はアレオス王によって造営された。 気化学及びアルカイック期に奉納されたブロンズ像は馬と鹿の形をしている。都市はローマ帝国の下で市民生活を維持した。生き残ったテゲアは西暦395年から396年にかけてゴート族に略奪された。ローマの詩人は神話の登場人物を歌う際にアルカディアノに相当する形容詞テゲアノを用いている。パーン。 リュカオンの娘カリスト、アタランテ、カルメンタ、メルクリウス。中世では不明瞭なプロセスを経て、テゲアは10世紀までにアミュクリオンと呼ばれた。1082年にラケダイモンのメトロポリスの属主教であるアミクライ主教管区の中心地となった。1206年から1209年、ニクリとアルカディア地方の残りの部分は十字軍によって占領され、すぐに ペロポネソス半島の大部分を占めるようになる新しいフランス王国の赤屋公国の一部となった。モレア年代記はニクリを十字軍の包囲攻撃の後にのみ陥落した重要かつ要塞化された場所として描いている。それは世俗的な男子釈の中心地となり、ローマカトリックの主教が主教管区に設置された。ニクリは1280年にまだフランク人の手にあったが、 1302年までに復活したビサンティン帝国に敗れ、聖教会の聖職者の地元の管区も復活した、エピスコピノテギア主教区教会。1879年のアーサー・ミルヒョーファーの発掘以前からパウサニアスの記述によってアテナーレア神殿が近くにあることは分かっていた。この聖域は部分的にハギオス・ニコラオス教会と重なっていた。 聖域内に点在する多数のドリス式ドラムからかなりの規模の神殿であったことがわかる。マックストレウは同時に遺跡で見つかったいくつかの彫刻はスコパスの様式であり、スコパスによって再建された神殿のペディメントからしか入手できないことを立証した。これらの2点から1の特定は極めて容易だった。1882年、ウィルヘルム・デルプフェルトは 遺跡の一部を発掘したが、1900年以降、神殿全体を発掘したのは、アテネフランス学院だった。1900年から1902年にかけてメンデルは、家屋で覆われた南西の隅を除く、神殿全体の姿を明らかにし、考古学者、コンスタンティノス・ロマイオスは1909年に遺跡全体の発掘を完了した。さらに1910年、 アテネフランス学院から遺跡の公開を依頼されたシャルルドゥガは詳細な発掘を行った。最近の発掘調査はアテネのノルウェー研究所によってイーオストビーの指揮の下で実施された。発掘の成果は主にテゲア考古学博物館やトリポリ考古学博物館で展示されている。特にテゲア考古学博物館はアテナーレア神殿に由来するスコパスのコレクションを 形成している。古代、テゲアは現在、アレアの近代的な村のうちにある。アレアは、トリポリの南東約10キロに位置する。テゲアの自治体はスタディオに拠点を置き、次のコミュニティに分割されている。ありがとうございます。